は日本の元女子、プロレスラー。本名、吉橋歩。夫は、プロレスラーの吉橋。父は元プロボクサー。実家は、女子プロレスラーが通っている牛米かぐら坂、焼肉ハウス美穂。幼少の頃より、プロレスラーが、周囲にいる環境で育つ。美穂の常連には、プロレスラー以外にウェイトリフティングオリンピックメダリスト、の三家義行。 ヒロシジップ娘がおり、ヒロシミがゲスト出演したテレビ番組で行きつけの店として紹介されたこともある。店では渋谷州がプロレスリングウェーブ時代に働いていた。また元プロレスリングノアの佐野匠神は当店で修行した後に独立開業した。学生時代はバスケットボール部所属。高校卒業もしばらく無職の後にエイの練習生となるも退団して、 後にエムズスタイルの練習生となり2005年4月24日に20歳でガミを相手にデビューして金星を挙げた。2007年4月19日若手お笑い芸人のトークライブにゲスト出演。2007年7月16日のネオ女子プロレスの工業で右鎖骨を骨折し長期欠場していたが2008年12月14日の自主工業で復帰。 2008年8月には大阪でカオル・植松澄江と共に、リング、スターティングオーバーで女優デビュー。2009年2月22日の OZ アカデミー、後楽園大会において OZ 正規軍入りを表明。2010年4月に女子4ホープツアーにてアメリカ遠征。シカゴの地元市で記事にされた。メキシコ CMLL にも参戦している。国内団体では、 OZ アカデミーのほかプロレスリングウェイブなどに参戦。2012年12月より U ・ファイルキャンプ調布でプロレスインストラクターを務める。2013年8月4日、後楽園ホールで引退。引退後は保育士を目指すこと発表し、現在までイベントなど含め表舞台には一切表していない。なお、 引退後に新日本プロレス所属の吉橋と結婚したと別冊宝島は報じている。リングネームは本名の歩みを漢字からかなに変え歩みとした。2006年7月16日、東牛、空、東獣キバレオンと合同で自主工業、アニマルマロン工業を開催。2008年12月14日、栗原歩み復帰工業と題した初の自主工業を 新宿フェイスで開催。2010年4月24日、栗原歩美デビュー5周年記念試合を、千葉マリンスタジアム正面入り口前、イベントスペースで開催。12月12日、デビュー5周年記念工業を、新宿フェイスで開催。2011年4月24日、栗原歩美デビュー6周年記念試合、福田電子、アリーナウェルカムステージで開催。